味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。直樹です。このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の夕方4時を目指しておりますが、先週とか休んでしまいました。収録場所は我が家です。というわけでですね、もう完全に涼しい時期に入ってきました、ね、涼しくなりましたね。はい、なんかもう空気がね乾燥してますし、台風もバンバン来たんでね。でもさ、10月1日ね、うん、真夏日ですか。真夏日ですよ、本当に。なんなんよくわからんわって、ね、体調も崩すわな、それは、うん、もうね、本当休みの方とかがね、職場でも、あ、出てきたね。はい、お目立ちになりまして、うん、もう俺、まあ、あれ、うちに行きますよ、インフルエンザ予防。あ、そうね、そういう、そういう時期でもあるね。というわけでですね、はい、はい、今回のテーマは何でございましょうか。引退、味噌汁男の引き際の美学についてですね。これあれでしょ、エフェクトかかるってるじゃあ、かける、はい、かける、かける、はい。というわけで、はい、まあ引退ですけどね。引退、まあ野球選手に限ったことじゃないんですけど、うん、まあ今年のね、今年もうペナントレースというか、CS、はい、クライマックスシリーズ出るチームがまあほぼ決まって、はい、ちょっとね、ソフトバンクは残念でしたけど、うん、まあ、引退する選手が続々と発表されている。まあもちろん首切りもあるし、そんな中でですよ、はい、味噌汁前半の僕らにとって、はい、まあ、絶対一生忘れられない選手であろう人、選手たち、はい、はいはいはい、そうですよ、うん、例えば国母、あー、まあ、そうね、第、何回だっけ、16回、はい、でちょっとあの野球弱者の山ちゃんがさ、そうね、話したホークス話とか、はい、の中でもあるように、 V 選手たち、ホークスのその国母に始まり、田口、まあ V 選手じゃないけど、田口、兄貴、金本、はいはい、高津、はい、今岡、はい、石井拓、はい、まあ、城島もね、引退会見開きましたね、はい、だってほら敵側だったからね、ソフトバンク阪神戦、うんうんうん、ね、っていうことも含めて、ね、兄貴だって心に残る選手の一人ですよ。そうね、うん、まあちょっとやっぱ国母と城の引退はね、山ちゃん的にはどうなの。いやいや本当に、まあ、特にほら城島とかさ、ああ、そのほら工藤とのあの師弟関係みたいなのあって、工藤が辞める時とかね、ちょっとこう何辞めないでみたいなのでさ、こうあるあったじゃん、ドラマが福岡でもさ、署名活動みたいなのあったりしたからね。おー、そうなんだ、うん、で、まあ、そういう人たちだからね、まあ辞めるってちょっとね、まあね、城島の引退が、まあ、引退試合を打診されたらしいんですよ、はい、広島戦、はい、甲子園での引退試合を打診されたが、はい、相手が CS をかけて戦ってる中で失礼になると、はい、誇示する考え、うん、日米通算1837安打、はい、まあ、真剣勝負の中で積み重ねてきたプロとしての自負があるから、真剣勝負以外のグラウンドで立つことは望まないと。まあね、いや思い出深いよね。ちょっと城島の話ばっかりになってて申し訳ない。いや俺もね、あのシアトルに、うん、あ、はいはいはい、仕事で行った時に、うん、シアトルで城島とイチローがマリナーズでいて、うん、で相手がホワイトソックスだって井口がいたんですよ。おお、うん、まあ王っていう中だよね。王っていう中だよね、彼らからすると。まあね、城島なんてボール球、工藤が投げたボール球を打ってホームラン打ったりするからね。素晴らしいっすよ、その師弟関係っていうかさ。美しいよね。美しい。でもさ、なんかこう、まあ、2ちゃんとかでもあの話題になってるのが、今年辞めた選手で、うん、あのチームを組んだらどうなるみたいな。ああ、なるほどなるほど。一番から、まあ、プチ迷宮会みたいな。そうそうそう、うん、つうかもう無敵じゃん、正義じゃん、うん、こいつらみたいな。正義超人じゃんみたいな話になってるよ。まあそうだね、うん、はい、じゃあまあちょっと引退そのものっていう、そうね、話引き際の美がありますけどね、はい、について、まあなんかね、はい、まあその城島の話もあったけど、うん、まあ、そこに美学は必要なのかと。あ、そもそもね、うん、うん、で、はい、俺がすごい心に残ってるのが、はい、メジャーリーグのパイオニア野茂英雄投手、
はいはいはい、野茂ね、うん、まあ、俺がちょうど高校生の時に野茂、うん、がアメリカから、うん、アメリカに来てね、はい、あのまあ、トルネードを巻き起こし、はい、まあ、引退するんだけど、うん、まあ、それでも悔いが残ると、納得はしてないって、あ、ただ雇ってくれるところがないなら仕方がないみたいな発言をしたの。なるほどね。あのレベルでプレーをして、まあ、あの年までよ、うん、で実績を残した選手ですよ、まあ、涙出るよね、その話を聞いた時は。正直なんかさ、2パターンあるじゃん、うん、そのなんだろう、数とかもそうだけどさ、とにかくギリギリまでやりたい、うんうんうん、とにかくギリギリまでやりたいっていうパターンと、うん、中田秀ね、うん、でピーク時でね、やめちゃう方が美しいよねっていうパターン2つあるじゃん。でどっちがいい悪いって話ではないっていうかさ。そうね、うん、まあ何事も納得って、まあなかなかねできないでしょ、うん、自分で作るようなもんだからね、こういう人たちなんてさ。お金の話じゃないと思うよね、もうあの人たちになる、まあ、そうね、そのレベルっていうか、うん、その40ぐらいまでさ、うん、今こう辞める選手たちがはいはいいるじゃない、はい、でもうその人たちはまあ言うてみればもう安泰組じゃないですか。まあそうね。だけどやりたい、でもやれないっていうところでこうやってきた人たち、うん、っていうのが今年は多かったじゃない。そうね。でなんか例えばまたカズの話に戻るけど、うん、今フットサルワールドカップねで出てるじゃない。行く行かないね。でその彼が例えば引き際のいわゆる美学的にやめましたと、うん、もう何べんもやめるチャンスなんてあるからね。あったね。でその時にさ、やめてたら今回のフットサルの話なんて誰も見ないわけじゃない。ない、うん、よくはね、そういう言い方よくはないけどさ、フットサルのワールドカップがここまで注目されると、うん、ね、ね、彼のおかげみたいなところはもちろんあるからね。だからそのやめないことによって自分が関わっているスポーツとかに対する貢献って形ってあるじゃない、はい、例えばその今回もさ、城島が仮にまあやめないと、よくわかんないけどさ、社会人野球とかに入ったとするじゃない、うん、そうするとそれはそれでそこが注目浴びたりとかさ、うん、して社会人野球も実は面白いんだよみたいな見方が生まれるかもしれないじゃない。なんかその高津はもう本当にそういう感じ、あのヤクルトで一時代を築いた、うん、ストッパーの高津、はいはいはい、独立リーグに行って監督兼選手みたいなことやって、うん、あ、なるほど、まあ、独立、まあ、台湾、韓国まで行って、うん、で独立リーグに戻ってきてみたいな感じでやってたんだけど、うん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 、まあ、結局でもその独立リーグであれだけ人を集める引退試合っていうのはなかなかもう今後出ないんじゃないかっていうぐらい。ああ、なるほどね、うん、引退試合あった、うん、でも涙流して家族にこう花束をもらってあっていう感じでしたね。あ、じゃあちょっと俺らのことを考えてみると、はい、まあ、一応プロのビジネスマンではあるけど、うん、まあ、引退はまだまだ先じゃないですか。まあそうね、プロ野球選手と違ってね、うん、ピークっていうのはまだまだ先の話ですからね。だけど、まあ、親の引退っていうのはね、あ、実はすぐそこにあってあるね。なんかちょっと考えるよね、うん、だって親の引退の前にさ、祖母連中がそのリアル引退っていうかさ、リアル引退ね、リアル引退しちゃうからさ、もうすぐお仏壇の向こう側にねそこまでのことは言うてませんけど、うちのばあちゃん血圧が220っていうね血圧計が壊れるわ。ほんと、あのね、測定できなかったって、ほんと、うん、スカウターボンみたいな感じになって血壊れてるからねだから笑いこっちゃないってこれね、おうちのおばさんも聞くからダメだって、ほんとにいますよね、うん、で、まあ、親の引退は悪いね。うん、まあ本当ね、うちの親は63?4? 次5とかじゃない、もうまあ自由気ままに働いてはいるけど、うん、だってもううちらの親の世代って、うちは自営業だからさ、究極言っちゃうとね、ぽっくり行くまで働くことができるけどさ、そのいわゆる会社ってもう65引退、まあ 60, ね、60とか65とかでしょ、うん、でそこから先っていうのはなんかほら雇用が別の形になってるから、そうそう、ね、うん、まあ最前線じゃないわけじゃん、うん、まあ、昔なじみのお客さんをつなげるためにちょっと残ってもらうとか、う、ね、うん、相談役みたいな形で給料を落としているみたいな形でしょ、そう、うん、
だからまあ ほぼ引退って言ったら失礼だけどさ、引退いつでもできる状態だよね。まあね、そこの引き際もあるよね。だってさ、なんか政財界とかさ、まあいや、ほら、総裁選とかもさ、あった、総裁選、あの自民党の総裁選とかもあった通り、はい、まあ、老害とはさ、言えないけど、いや、ありますよ。うん、あのだから、俺今さ、言おうとしたのが、うん、まあ、引き伸ばすというか、ギリギリまで頑張る人と、ピークで辞める人って、いるって話したけど、うん、結局さ、ギリギリまで頑張りますっていうのがちゃんと貢献してるのかどうかっていう話があれば俺はギリギリまでやっていいと思う、はい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 、数の場合とかね、はいはい、さっきの高津の例もそうだし、はい、けどそうじゃなくてさ、ただお金がもらいたいとか権力の座にしがみつくっていうのは美しくないよね。それこそ美学っていうか。でもさ、うん、まあ、ジョーがさ辞める、まあ、セリフであったのは、うん、4億をもらう選手じゃないって言ってたじゃん、うん、まあ、確かに今年は そのぐらいの活躍はできなかったかもしれないけど、はい、自分がその立場になった時にそれを言えるかどうかは結構、うん、結構ですよ、うん、でもそれはやっぱり今までやってきたという、ね、自負があるからこそっていうのはあるかもね。まあね、まあ寂しいことには変わりないね。今年の寂しいね。あんまり野球見ないくせにね。うん、やっぱ城島は繰り返すけどね、これ国語もそうだよ、もちろん国語もそうですよ。ああ、まあやっぱり寂しいわな、うん、もっとできるのになって正直な気持ちだよね。別の形で、はい、はい。